こんにちは、新右衛門です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日はなんかいつもと違う車が隣にいますが、今愛車の718ボクスターは点検に出してまして、その間になんとマカンを借りることができました。実はマカン前から気になってた車なので、今日こうやって撮影できてすげえ嬉しいです。今日はボクスターオーナー目線でこのマカンを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。この車両の年式は2018年式です。グレードはベースグレードです。いわゆる素のマカンですね。続いてマカンの3サイズです。全長は 4680mm、 全幅は 1925mm、 全高は1625mm です。718ボクスターの全幅は 1825mm なので、マカンの方が幅が 100mm も大きいんですね。マカンはエンジンがフロントにあるため、911のようなフェンダーの盛り上がりはほとんどないんですが、フロントフェースの顔つきは SUV の力強さを感じるのと、あと丸っこくて可愛い顔してますよね。お尻を見ると一目でマカンとわかるこの左右独立のテールランプ、大好きです。あとこのリアフェンダーが盛り上がっている部分はポルシェを感じる部分ですね。タイヤは前後ともにハンコックの18インチタイヤです。これ乗り心地良さそうですね。じゃあ次はラゲッジルーム見てみますか、ゆうちゃん。じゃあゆうちゃん、このラゲッジルーム開けてみてください。開かない。あ、上か。あ、でもそれ電動だからね。あ、電動か。うん。電動？ここのボタン押してみて。届かん。あ、届かんのだね。お呼びすれば届く。正解は。ここです。正解はワイパーの根元にトランクのオープンスイッチがあります。それは分かりません。分かりません。ゆうちゃん、トランク見てどうですか。広い。私が入れるくらい。寝れるかな。やってみる、うん、じゃあどうぞ。いいの。いいよ、うん、怖い。うお、足が。あ、寝れる？寝れるか。あ、これ寝れるな。靴下、あ、これカットして。靴下抜けてきた。うん。いいじゃない。寝れる。広いね。149cmの150の女子が入れます。突然ですがここでクイズです。マカンはインドネシア語である動物を意味します。その動物は次のうちどれでしょうか。3択です。1トカゲ、2トラ、3サイ。正解は2のトラです。マカンはインドネシアの言葉でトラを意味します。日本では脳ある鷹は爪を隠すということわざがありますが、インドネシアでも同じ意味のことわざで虎は爪を隠すということわざがあるそうです。さすがにポルシェの SUV なので、
高いポテンシャルを秘めているということを表したかったんですね。はい、じゃあ次は中を見ていきたいと思います。乗りやすいね、やっぱりね。ママ感はエントリー&ドライブシステムがついてます。これボクスターにも欲しかったんですよね。ちょっとじゃあエンジンかけますか。鍵を持ってればこのつまみをひねるだけでエンジンがかかります。この3連メーターはボクスターと同じデザインですね。ナビもボクスターと同じものになっています。センターコンソールにたくさんボタンがついてますが、エアコン関係のボタン類と走りに関するボタン類に分けられてますね。このあたりは男子が好きそうなデザインになってますね。ハザードボタンはこの位置なんですね。個人的にはちょっと使いづらいような気がします。パーキングブレーキの位置はボクスターと違いますね。この位置だと使いやすいからいいですよね。めっちゃ入る。ボクスターはあの浅いトレーみたいな収納だから、それに比べるとすごい大きくてたくさん入っていいね。でドリンクホルダーもここなんだね。使いやすそう。はい、じゃあ後席乗ってみたいと思います。あ、そんな一応前のシートは僕のシートポジションに合わせてますけど、思ったより広いね、なんかもっとあの膝が当たるかなと思ってたけど、拳1個分ぐらい空いてて意外に広いですね。リクライニングはできない、はい、ですね。後席用のエアコンもちゃんとついてますね。 USB もついてます。でこう開けると肘置き、あとドリンクホルダーついてますね。よっしゃった。おお。足は1、2、2.5。今日は1、2、3、3.2 グッド。グッド。はい。あ、これは何？上がるやつ。これは上がる。シートかな。これはね、こっち上がると前が上がって。これは後。それ、背もたれだね。だいぶ上げんとか。で前は、これを前。おお、おお、下に下げるんだ。あ、こう、ぐるっと回したり下げたり上げたり、いろいろできるんだね。これは、あ、それは手動。左側の下にあるかな。おお、上下もできるよ。エンジンかけるときは、いつものボクスターと、ボクスターは鍵さして回すじゃん、それと同じ感覚でやってくれればいいよ。エンジン音が違いますね。静かだね、静か、優しい感じだね、なんか、じゃあ行きましょう。届かない。ゲット。これはちょっとこんな、おお、滑らかー。いいねー。おお、
全然違う、静か、うん、静かだし、すごい滑らかで、うん、優しい、うん、大人な車なこれはなんかしっとりラグジュアリーな、うん、運転しやすい、これいいね、これいいよね、うん、いいねいいね、うん、うん、安定感もあるし、スーッと走る、スーッ。見切りとかはどうですか？長くないし、ノーズが、うん、うん、そう、うん、こうやって止めるのも、うんうん、いい感じ、うん、うん、これいいね、あ、ちょ、ここが狭いな、やっぱここがもうちょっと広い、うん、広くないと、ここはめっちゃ狭いな、狭いね、うん、足当たる、うんうん、ここやっぱりそれ思うよね、うん、うん、ここ邪魔だな、うん、ボクスターはコックピット感、包まれる感じの、うん、運転これからするぞっていう感じするけど、これはもう本当に大人の余裕の、うんうん、って感じ今日どこへお出かけ行こうかしらみたいな、気楽に、あ、そうそう、気楽な、うん、これってなんかスポーツモードとかある、スポーツモード一応あるよ、ちょっと押してみる、うん、行きますか、あ、でもあれスポーツモード重いな、あ、音違う、うん、音もまあ普通だね、うん、ボクサー結構音する、普通にします。普通にしてちょっとめっちゃ走った、はい、ノーマル、ノーマルね、なんか、わからんな、なんだろう、変わったかな、あーいいわ、なんか幅もそんなに、やっぱ広い、広くて大きい、make